はい、えー。皆さんおはようございます。えー、今日はね、いよいよお8月のですね、えー、11日にですね、えー、僕の新しくですね、えーで、出る本というか、出た本というかね、えー、普通の人が億万長者になれる方法っていうね、えー、いうのをですね、あのー、すでにもう、あの、Amazon ではですね、予約が開始してましてですね、で、これを購入していただいた方にですね、えー、せっかくだから一応講演しようなんてことで、出版記念講演ってことでですね、えー、企画されまして、8月の11日ですね、えー、かな <laughs> 大丈夫だね。<laughs> 8月11日のですね、えー、10時からですね、 えー、この私の方でですね、この出版記念公演というのをですね、えー、行っていくようになっているわけです。で、あのー、まあ、あえっと、これはですね、うん、まあ、いろんな本出してるんだよね、結局、えーまあ、不動産投資の本も出してるし、まあ、相続に関するね、まあ、不動産投資で言ったら、えー、まず日本で初めて、 えー、この不動産投資のですね著書として出版されたのが「あっと驚く不動産投資」というねでこれがあの僕があ日本で初めて書いたんですよねでその後にまあ金持ち党さん貧乏父さんというのが出てでその、えー、金持ち党さん貧乏党さんが当たったおかげで僕の本が売れたっていうね <laughs> わけわかんない、えー、ことなんですけどそれからねあのこの不動産投資の文化が始まったわけだよねそれで、えー、その後にあの朝日新書でね え、不動産投資成功の方程式という本も書かせていただいたり、え、相続関係ですね、え、皆さんお困りの、ところがありましたので、え、損しない相続っていうのもですね、え、この朝日新書の方で出させていただいて、あとお金に困らない人生設計っていうのもですね、え、日新書ですね、朝日新聞出版社の方で出させていただきました。そんなことをね、こう、ずっとこう、短編的にとか、断片的にか、え、出させてもらったんだけど、あのー、最近ではですね、この、 若い人たちがさ、どうも、うん、変な方向に行くよね。で、実際にそのコツコツ、その、働くことによってさ、実際に、成功できる方法っていうのはあるわけだよね。で、そういうさ、あの、ことも知らないままま、ですね、実際には、なんとなくこうね、お金のために働いてきて、で、最後、実際にですね、 えー、定年退職を迎えた後に、えー、お金が足りないということで永遠、えー、にですね、えー、働き続けなきゃいけないっていうことがですね、えー、あるわけです。でそういうことがですねあのせっかくね生まれてきたんだからやっぱりんとかなそのそんなんとかなお金に困らないようなさ人生設計って必要でしょっていうことね。 考えて、えー、今回はですね、一つにまとめました。ちょっと待ってね、今、<laughs> 僕の本、をなんだ、俺のやつ出てないかななことがあった、ありました。うん、c f n e t のホームページですね、えー、8月11日ですね、えー、金曜日の祝日祝日なのかな、えー、11時からですね、配信が始まります。で、これ、あのー、c f n e t のホームページで、えー、申し込みいただいて、 でまあ、今回の本がです、ね、1980円なんだけども、まあ、その1980円の本を買っていただいた方のみがですねこの出版記念公演に参加できるということで,でただ、このアマゾンですねでもすでに募集が開始されてますからそこでですねアマゾンで購入いただいてで えー、その購入するとですね、Amazon からあの確認のメールが来るんですね。でそのメールを CFNETS の方、ねえー、に転送していただく、うえー、インフォですね、info.cfnet.cojp、ね、の方に、えー、送っていただければあですね、その方にもおこのですね、講演が見られるような形に、えー、していきたいと思います。で今回はね、あの えとまあ、オンタイムで、えー、皆さんに、ね、聞いてもらおうと思ってるんだけどもやっぱりこのお盆に、ね、差し掛かってるんで、えー、オンタイムでちょっと聞けないよねっていう方もですねこれはあのお申し込みしていただくもしくは Amazon で買っていただく、まあ、その方はですね、えー、後からでもですね、えー、何度もですね視聴できるような形になっておりますのでぜひね えー、そこはおお、ね、しみ,込みいたただきいいいなと思います、あのー、いろんな、ね、こう断片的なものの集約で今回はですね、まあ、なるべくその若い方ね、えー、特に、えーまあ、中学生でも読めるかなと思うくらいのレベルまで下げてますので、まあ、中学高校大学の方に是非、えー、読んでいただきたいなと。で、まあ、人生失敗しないようにね、まあ、最初に、あのー、これは普通の人がね えー、いわゆる億万長者になれる方法ということなので普通の人じゃなくなっちゃった時はなれないんですよ。でね若い人って結構その普通の人じゃなくなっちゃうケースが多いわけ。でそれはね世の中にこう,こうあるね、えー、まあ地雷のようなもんだな。うんいわゆるうんまあいろんな意味で。 ねその、お金にまつわれる、トラブルに巻き込まれる仕組みっていっぱいあるじゃないで、またさ、普通我々が、ああ、ね、ねよく、うん、買い物に行くと、おねあの、今、キャンペーンやってます。カード作ってくれませんかって言って、カードをね、いっぱい作る人たちいるよね。で、これもね、実は良くないことなんですよ。まあ、それもこの本の中に書かせていただいてる。で、えー、じゃあ、あこのね、うん、まあ、えっと、目次。この Amazon のね、目次を見ていただくんですけども、 この Amazon の目次にはね、えー、一応書かれている内容の、まあ、レビューの中に書いてあって、まあ、まず階層社会があることを知るってことね。で、これがまあ一つの,そのテーマであってで、その階層社会の中で人間というのは ABCD ランクに、ね、あのカテゴライズされていて、その中でじゃあどういう人が A ランクに行けるんですかということをですね、えー、仕事を通じて、 え、行うこともあれば、ああ、また、ああ、いわゆる、うん、お金だよね。いわゆる、えーえー、あの、フィナンシャルリテラシーの部分も一応書かせていただいていて、で、当然だけども、まあ、不動産投資のやり方なんかも一応ですね、えー、お伝えしていた、い言っているわけですね。で、まあ、なまあ、そんなようなことをですね、あの、今回は、あの、かなり、なんとかな、うん、 専門用語をなるべく使わないで、ね、分かりやすく、ね、あのどなたにも楽しめるようなあ本になってますので、えー、ぜひねこちらの例えば、ねえー、お孫さんとかお子さんにプレゼントするには最高のプレゼントだと思いますよ。で以前ねこの <laughs> ポーチとピースって書きました。ね、これも、えー、レビューではね、えー、結構そのねいいことも書かれてるけどちょっとそのなんとかな うんいわゆるポーチとピースの同じ、ね、森で暮らしているのに生活感が全く違うというようなことが書いてあってでそれがあの要,要するに、えー、ピースくんがフィナンシャルリテラシーを持っていてポーチくんがあそうじゃなく労働集約型のお、まあ、いつもお金に困ってるというような形になっている、ね、でそういうような構図の中で最後はですね えー、結局、同じ森の中で、えー、なんで、ね、その、うーん、ね、この一番最後ね、こんな感じになったわけですよ。ねこういう形になってて、ある日、ポーチのお嫁さんが言いました。ピースさんの家族はすごく良い暮らしだねと。で、同じ森に住んでいるのに何が違ったんだろう。ポーチは不思議で不思議で仕方ありませんでした。とさって書いてある。<laughs> <laughs> っていうね、あの、内容なんですよ。で、これは、あのー、まあえー、子供向けのね、本なんだけども、やっぱりこの、うん、結構皆さんこうね、えー、それはちょっと子供に読ませられない <laughs> とかいう人も中にあるわけ。一、一割くらいかな。で、その人たちってのは、やっぱりフィナンシャルリテラシーがついてないんですよ。だから、ある意味では、子供の時からね、あのー、ある意味、えー、そういうなんとかお金の、 ね、知識みたいなものをつ,つ,かし、ね、あのついて人生を送るのとそうじゃないのとではだいぶ大きな違いがあるということが、まあ、この「ポジトピース」には書かれてるんですよだからそれをね今度はうんこれはもろに子ども向けなんだけど今度は若者向けにね、えー、人生の歩き方だよね、まあ、僕がやってきた僕は実際ねこのうん番組でもお話している通りうーんね えー、高校を出て、ねえー、その後アルバイトの延長線で、えー、仕事を始めてでかといって、えーね、学ぶことも忘れなかったから、まあ、とりあえず野学のねコンピューターの学校行きましただから、うん、最終学例は専門学校卒なんですよ。ね、でにもかかわらず、ね、高校の,そのアルバイトの延長線で仕事始めちゃったことによって、まあうん、いわゆる D ランクだよね。 で、25で不動産業に転職したことによって、だいぶ人生が変わってきたんだけども、あのー、他の方々と比べると、マイナスからスタートしていることは間違いないわけじゃん。で、えー、にも変わらず、今はね、あの、皆さんご承知の通り、うん、まあ、億万長者って言われるには、まあ、そういない <laughs> 人にはなってるわね。で、会社もね、今、うん、ね、直近では4社、5社が 5社売却したけどもあ残りはあとね十数社残ってるわけだよね。で、これについてもまだまだこれからね、手を加えておこうなんてことをやってたりするような実用化でもあるわけじゃない。で、いうことを、その、僕の人生になぞって、皆さんが、ね、その、いわゆる、僕より優位に立ってさ、社会に出てるのに、なんで僕みたいな形になれなかったのかなっていう、ね、えー、まあ、同じ、ね、あの、 日本に住んでいて、えー、同じ、ねえー、ような形で暮らしてるんだけど、なんか知らないけど、あのうんまあ、ちょっとはこちら側が優位な、ね、形になっちゃってるじゃん。っていうのを、あのー、今更ながら、ね、誰も書かないから、まあ、僕はじゃあとりあえず、ねえー、プラチナ出版とか頼まれたんで、えー、書きました。だからまあそういう面ではですね、これ皆さんにぜひ読んでいただいて、えー、またあ今度の8月11日ですね、 のセミナーでは、あのー、本に書かれていることも多少その言うけれども、うん、多少でもないな、うん意外にわかりやすくね、口頭で説明しますけども、あのー、じゃあ、単決にじゃあどうしたらいいのかっていうね、いうこと。で、あとはどうしちゃダメなのかっていうことも一応ですね、このセミナーの中ではお話し,しようと思ってるわけです。ですからぜひね、皆さん、あの、 うん1980円ですかね。で僕は、あの、プラチナ出版に、いや、1万円以下じゃ書かないよって言ってたんだよ。<laughs> そりゃそうでしょ。だって僕の人生で、ね。で、ね、あの、ノウハウ書いてあるわけだから、1万円金出せないやつに、お前、読ましたってさ、効果ないじゃん、なんてって、ことの強気な話をしてて。で、ね、ところが、あの、いや、さすがにそれはないでしょ、みたいになって。で、結局はね、えー、いつもの本のように、えー、1600円とか言ったけど、いや、もうダメだと。 じゃあ1800円だということで <laughs> 1800円のですね、えー、売り値で消費税ですけど1880円になるそうですだからまあそういうような形でたった1880円でさ絶対人生変わるからうんあのもう間違いないからうんこの本読んだら絶対人生変わりますようんそのくらいのことは書いて書いてあるんで、えー、すごく簡単にあの億万長者になれるわけだからさ1880円投資できない人がやっぱりねあのー 億万長者目指しちゃダメなんじゃないのって <laughs> 思うわけだよね。俺何でもただと思っちゃダメだよね。ということで、ね、今回はセミナーただでしょこうああの無料なわけじゃん。本を買えばねあの、えー、参加できるわけだからで本題でお,おまけに講演がついてくるまあそういうふうな考えで、えー、ですね、えー、やっていただければいいんじゃないかなと思いますね。だって僕の、ね、講演って昔個人向けのやつはさね一人二万8000 撮ったかな最高のやつはだって6枚か。ね。えー、まあそれ2日間だからね、取りましたけど、あの、そのくらいの価値あるはずなんだよ。うん、なんか最近こうやってね、あの、この番組で <laughs>、ただでいろんなこと言ってるからさ、<laughs> なんか価値が薄くなっちゃってるかもしれないけど、まあ本来リアルで言ったら、まあそのくらいのお金取るわけだから、まあぜひね、1 9 0十円で、えー、ただオンラインですからね。 まあ、そちらのオンラで、えー、聞いていただければいいんじゃないかなと思います。ま、皆さんにね。絶対あの損をさせない、えー、僕の方もほとんどあれじゃないかな。損をさせてないと思うよ。うん、うん、だから、うん、今回はね。この1980年で、えー、絶対損をさせませんので、えー、ぜひあの8月11日参加いただいてで、参加方法は？cf ネッツのホームページで。 えー、申し込みいただいて、えー、書籍代1980円を送り込みいただくと、えー、手元にですね、この本があ完成したら送ってくる。で、あともう一つは、ああですね、えー、Amazon。これね、見るとね、8月22日に、あのー、発売って書いてあるんだけども、もっと前に配本されると思いますよ。んなんでかというと、えー、この8月11日に僕はあの、講演やるってことで、えー、プラゼン出版とね、c f ネットの企画の連中と打ち合わせしてですね、 前倒しで何、えー、とかならないかみたいなことを打ち合わせしたから多分もっと前に出るんじゃないかなと思うのでまあ今日ねこの動画を聞いた方はあ Amazon の方でですね、えー、どんどん申し込み頂い,いてでその申し込みしていただいたあーメールをおー c f ネッ t のインフォに送っていただければ。 あですね、参加できるような形になりますので Amazon、えー、の方でもですねお買い求めいただきたいなと思いますで Amazon で買っていただくと何がいいかっていうとさあの順位が出てくるみたい <laughs>、うん、だからあできればね著者としては Amazon でねお申し込みいただきたいなと思うんですがうんねえー、今日もちょっとねこのレジュメ作ってるとこなんだけども このレジュメもね結構あのうまく作られてて、えー、結構ユーモアたっぷりなあですね出版記念講演になると思いますので、えー、いつもね2時間くらいで、まあ今回も多分2時間半か3時間くらいになっちゃうと思うんだけどもまあそういう中でですね、えー、今回はあの時間制限あんまり設けないでゃしっかりと、ね、あの駆け足にならずにあの理解できる程度に。 の形で、え公、ー、演させていただきますので、ぜひそちらの方をね、お楽しみにしていただきたいと思います。ということで、ほら、床屋も行ってきましたよ。公 <laughs> 演の準備は着々と進んでるんで、ぜひ皆さんもね、お楽しみにしていただけたらと思います。それではまた。